フリーアナウンサーとして活躍している中井美穂さん。中井さんは古田厚也さんと結婚していますが、二人の間には子供がいません。その原因にはとある病気が関係していました。中井さんを襲った大きな病気とは一体何なのでしょうか経歴とともに見ていきましょう。中井美穂さんのプロフィール。本名。 古田美穂。青年月日、1965年3月11日。出身地、アメリカ、ロサンゼルス。身長、163センチ。血液型、大型。学歴、日本大学芸術学部放送学科。所属事務所、ブルーミングエージェンシー。 経歴中井美穂さんは父親の仕事の関係でアメリカで生まれますが中学校に入る頃には日本に帰国します高校は目黒整備学園高校に入学し演劇部に所属しました高校卒業後は日本大学の芸術学部放送学科に入学します中井さんはフジテレビの入社試験に化粧をせずに臨み 後日、当時のフジテレビの会長に入社試験で化粧をしてこなかったのは君が初めてだと言われたそうです。その後、1987年にフジテレビに入社し、同年には深夜番組で日本放送アナウンサーの上柳正彦さんと MC を担当し、アナウンサーデビューを果たしました。1988年にテレビ番組、 プロ野球ニュースの土曜日と日曜日を担当するメインキャスターに抜擢され、番組初の女性メインキャスターとなりました。当時、スポーツ番組において、男性アナウンサーをメインキャスターとして置くのが常識だった中、中井さんの起用はとても先進的でした。以降、女性アナウンサーがスポーツ番組で多く活躍するようになり、中井さんは先駆けと言える存在になりました。しかし、 中井さんは野球に関しては全くの素人で四死球を四死球と読んでしまったり野球知識は非常に乏しかったようですそのため当初は解説者らにサポートされていましたが徐々に努力して評価を高めていき1992年からは土日だけでなく平日も担当するようになりました1989年にはテレビドラマ同級生にて 安田成美さんが演じるヒロインの友人役として出演し、大きな話題になりました。当時、テレビ局の会社員で、現役の女子アナウンサーが、ゲスト出演ではなく、重要な役を与えられた上に、レギュラー出演するということは、前例のない出来事だったのです。中井さんのこれらの活躍により、女子アナウンサーがタレント化するきっかけとなった草分け的な存在とも言われているようです。 他にもバラエティ番組平成教育委員会や FNN スーパータイムなどにも出演していました。そして1995年にプロ野球選手の古田敦也さんとの結婚を機にフジテレビを退社してしまいます。その後フリーアナウンサーとなった直後に NHK 紅白歌合戦に出演し、またも話題となりました。フリー転身後は アナウンサーとしての仕事だけではなく、バラエティ番組へのゲスト出演や、コメンテーターとしての出演も多くなっています。1997年から TBS が放送している世界陸上競技選手権大会では、俳優の小田裕二さんと一緒にメインキャスターを務めています。2003年からはトーク番組、宝塚カフェブレイクの司会に抜擢され、宝塚歌劇団の大ファンだった中井さんは、 番組について、この仕事はほとんど趣味みたいなものと語りました。ちなみに2013年には、読売演劇大賞の選考委員を務めるなど、多方面で活躍しています。結婚でも、中井さんは1995年の30歳の時に、当時ヤクルトスワローズに在籍していたプロ野球選手の古田敦也さんと結婚します。 今では野球選手と女子アナウンサー同士の結婚は定番となっていますが、実は中井さんと古田さんの結婚がその先駆けであり、その後に多くの野球選手と女子アナウンサーが結婚するようになりました。二人の出会いは中井さんの同僚のアナウンサーから三人での食事に誘われたことがきっかけだったそうです。1993年の夏頃から交際が始まり、 1994年に二人の交際を週刊誌が報じました。この報道に対し、中井さんは、良いお友達としてお付き合いさせていただいています。結婚は全然考えてないですと答えています。しかし、その後、古田さんが骨折してしまい、その時に中井さんが献身的に看病したことをきっかけに、二人は結婚を意識し始め、 1995年の12月に入籍しました。お互い仕事が忙しく、夕食を一緒に食べられない日も多いそうですが、古田さんは中井さんが夕食を用意できないことについて、お手伝いさんになってもらうために結婚したんじゃないんだからいいんだよと言ってくれると明かしています。食事はおののでとっているらしく、中井さんは夫婦には色い々ろいろな形があって、 我が家はその一例に過ぎないいと語っています。仮面夫婦説や離婚が噂されたこともありましたが25年以上経った今でも円満な夫婦生活を送っているようです子供がいない理由とは結婚以来仲良し夫婦で知られている中井さんと古田さん夫妻ですがお互いに子供が好きだったこともあり結婚当時は早めに子供が欲しかったそうです しかし、現在二人には子供がいません。その理由は中井さんの病気にありました。中井さんは2002年に子宮筋腫を患い、筋腫を摘出する手術を受けます。この病気が原因で子供ができづらい体になってしまい、子供に恵まれることはありませんでした。中井さんは子供ができないことに悩み、古田さんに離婚を切り出したこともあったそうです。 しかし、古田さんは子供がいなくてもいいと離婚を拒み、今でも二人で仲良く暮らしています。病気に襲われ。2002年に子宮筋腫を患って手術をした翌年、またもや中井さんの体を病魔が襲いました。その病気とは、腸が破れる重度の腹膜炎で、 腸の一部を切除して、つなげる手術を受けなければならない状態でした。そして、その手術を受けるためには、一年もの間、ストーマという人工肛門をつけなければいけなかったのです。人工肛門は、便意がわからなくなり、排便をコントロールすることができなくなってしまうため、思わぬ時に便が漏れてしまうという恐れがありました。ですが、驚くことに、中井さんは、 人工肛門をつけていながら通常のテレビ番組の収録を行なし、さらには海外での世界陸上の取材を行ったり、温泉のレポートをするなど、以前と変わらず仕事を行なしていたそうです。収録中は匂いのことなどを配慮するなど、とても大変だったと明かしています。中井さんは人工肛門を装着したことで自分の臓器を実際に目にし、なかなかできない体験で、 自分の体に親しみが出たと話していて、まるで自分の子供のような感情が出てきて、働いてくれてありがとうと感謝していたと話していました。無事に1年後には手術をし、現在は全開しているそうです。この時の経験を生かしたいと、今では大腸がんの啓発活動に積極的に携わっています。フリー転身後、様々な仕事に取り組んでいる 中井美穂さん。野球選手との結婚やアナウンサーのタレント化など、たくさんの分野で草分け的存在となっていたのですね。病気と戦いながら仕事をし続けたことは本当に大変だったと思います。これからも体には気をつけながら活躍し続けてほしいですね。あなたはどう思いましたでしょうかこれからも、 仲の良い夫婦でいてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。